エメリヒ・カールマンは、ハンガリー出身のオーストリアの作曲家。ハンガリー名は、カールマーン・イムレであるが、ドイツ風に、エメリヒ・カールマンと名乗り、世界的にこの名で有名である。日本で発売されている CD や DVD、文献などもほとんどをこの表記によっている。ハンガリーのバラトン湖南部のシオーフォクにて、ユダヤ系の家庭に生まれる。出生名は、イムレ・コップシュタイン。もともとは演奏会ピアニストとして立つ意向であったが、関節炎を患い、作曲に専念した。ブダペストのフランツ・リスト音楽アカデミーにて、ハンス・ケスラーに師事、バルトークとコダー・イゾルターンの同窓生となった。初期の交響詩は好評だったが、出版することは叶わなかった。しかしながらユーモラスなキャバレーソングの人気によって、オペレッタの作曲に進んだ。最初の成功したオペレッタ、愉快な騎兵は、1908年2月22日に、ブダペストにおいて初演された。その後ウィーンに移り、チャール・ダーシュの女王や、伯爵令嬢マリツァなどの作品によって、世界的な名声を収めた。カールマンは、フランツ・レハールと共に、20世紀初頭における、ウィンナ・オペレッタ銀の時代の代表的な作曲家と、みなされている。カールマンは、ウィンナワルツとハンガリーのチャール・ダーシュの融合により、名声を馳せた。詩、台本こそドイツ語のものを用いたものの、両親ともドイツ系でチェコ育ちでもあるレハールに比べ、ハンガリー色ははるかに濃い。一方、カールマンは、チャイコフスキーの管弦楽法を模範としているものの、ポリフォニーの構成や旋律法においては、プッチーニを理想とした。また、新時代の軽音楽としてのフォックストロットを取り入れ、ドラムセットを用いたダンスバンドに近い響きも試みている。第二次世界大戦中はナチスドイツの弾圧を避けてアメリカ合衆国に渡り、カリフォルニア州に定住し、1942年に市民権を得てアメリカに帰化した。1949年にニューヨークを立ち、パリに渡り、同地で他界した。日本では長らく知名度の低い作曲家の一人であり、LP 時代の終わり頃になって、ようやくチャール・ダーシュの女王の全曲レコードが初発売された程度であったが、ウィーン・フォルクス・オーパーの引っ越し公演などを契機に1980年代から人気が高まり、現在は欧米に劣らず人気を保っている。ありがとうございます。